はい、この動画では、従来あったですね、LINE アットへ、ストーリーズを使って爆発的に集客をする方法というのがあるんですけれども、それをですね、さらに進化させた反応の取れやすいやり方についてご紹介をしたいと思います。で、まずですね、テンプレートとしてこういう四角のですね、画像を作っておく。で、ここに、プレゼントのタイトルですね。プレゼントのタイトルと、あとはこの下のところにプロフィールの URL からプレゼントをゲットっていう風にしていただいてですね。で、この辺は従来の方法と一緒なんですけれども、で、ここから、自分のですね、インスタのプロフィールの画面に飛んでもらう必要があるわけなので、上でも下でもいいんですけど、これちょっと動かせるんでですね。ちょっとじゃあ上の方に誘導のですね、リンクをつけましょうか。で、ここに文字を入れてですね。で、プロフィール URL はこちらからというふうにしましょう。こちらからというふうにして、でですね、目立たせやすいように、三角をつけましょうかね。三角。こういうですね、赤の矢印が目立つと思います。ここ一行にしましょうかね。はい。で、この、下のところにですね、自分のアットマークメンションですね。ここを押して、で、アットマークメンション、ここから、自分のユーザーネームを入れていくわけですね。こういうふうに、ここですよ、ここを押してくださいね、で、ちゃんとわかる状態にして、ここで微調整をしますね。ここまでは従来通りなんですが、よりですね、要はここを押してほしいわけです。で、ここを押してもらう確率を上げるためにですね、自負機能っていうのを使います。これ下から上にスライドをしてもらってですね。で、そしたら、ここにですね、自負っていうのが出てくると思いますので、でこの自負を押してですね、でこの中で、自負検索の中でタップですね。タップっていう風に入れてもらって、そしたらこういう風にですね、動く画像っていうのがたくさん出てくるので、おすすめは目立つものとかはこの辺ですね。これとか、これとかですね。この辺とか。今回これを選択しましょうか。タップヒアっていうのを選択して、で、このユーザーネームのところですね。ここを押してくださいね、ということで、目立たせてあげる。今までよりも目立たせてあげるっていうことですね。で、結構ですね、ストーリーズ見てると、お客さんって静止画だと気づかなかったりするんですよね。なので、最新のノウハウということで、こういう動く絵文字を入れることで、で、人って、やっぱり複数のことってできないんですよ。脳科学的にできないので、一点に集中してもらうことでですね、で特にストーリーズだと見れる時間っていうのが限られてるので、早く押さなきゃっていう気持ちにさせるっていうことで、こういうタップヒアっていうのを入れたりとか、あとはですね、矢印とかでもいいんですよ。こういう矢印とかですね。こういうのを入れてあげてもいいですし、あまりたくさんありすぎるとですね、良くないですけど、こういうふうにより目立たせてあげて、で、LINE アットにより誘導率を高めて、で、リスト数の増加を狙う方法ですね。で、送信先を押して、いつも通りにストーリーズをアップしてもらったら OK です。以上になります。どうもありがとうございました。